さあ、それではピクミン4の続きやっていきます。というわけで今回はここで横たわってる葉っぱ人たちを、なんか随分高いところからのカメラになるのは初めて、この高さを見たかも。まあとりあえず夜の探索に行って光エキス集めに行きましょう。トゥンクレ、うん、ワクワクはするけれど頑張らないとね。カトゥビーラー、よし、じゃあ一番星の隠れ家の巨人のダイニングやっていこうかな。危険度は3。はい、寒気がするんだよ。一体何が待ってるんだろうね。うふふ、うん、はい。確かに言われてみれば、なんか夜中のダイニングとかキッチンってちょっとよく行く方だと思うけど、ちょっと不気味な感じはするかもね。おっと、いきなり近くない？寒気がするよってそういうこと？さてと、うん、光ピクミンは確か暑さ寒さにも強いはずだから、近くのペレットを守る。光塚は一個だけかな？遠いところに拠点を移す必要はないというか、上から降ってくる。え？おとり塚ちゃんと聞くのかな？とりあえず、じゃあ、おっちんはこっちに向かわせよっかな？うん。ここでさ、オッチンに切り替えて行ってってお願いすることはできないかな？ここまで移動。よし。うおー、早く。オッチン、早っ。さすがオッチン。こっちを向く。よし。うおー。よし。あー、いやいやいや、ちょっと待って、ペレットを運びに行こうとしたんじゃないの、その子は。ちょっと待って、しょうがない、戦うしかない。まだ運んでるしな。えい、負けないぞ。よーし、いいぞ。オッチン、鬼噛みつきしてるぞ。よし、じゃあオッチンは一旦戻ってきて。よし、えい、危な、食べられてる。いやー、これはかなり勝てない。オッチンがいないと勝てない。センサー爆弾で奴らを待ち伏せ。ちょ待って。こっちから来てる。待って。オッチンは、光塚を守ってくれ。オッチン、頼む。よし。ふう、よし、頼む。これで降りていいのかな。あれ、オッチン、オッチン、なんで動いてない、オッチン。動いた。待って、光塚がフラッシュバースト。なんとか壊されなければよかろうなのだ。よし、いや、待って、大変。うおー、あー、嘘、引っかかる。
ッケーイ。よし。危険な奴らは。待った待った。ちょっと待って待って。守りに行かないと。ぬおー。大丈夫。光図からもうなんかあの完璧に壊されなければ、なんとかなる。よし。えい。よし。違う違う、落ちもいい。えらいぞ、落ちん。な。なにこれ。うわぁ、不気味な原生生物だね。これのなんかあの、ちょっと紫っぽいやつは俺はあのスマブラっていうゲームで見た気がするんだけど、あれと一緒のやつ、あのなんかそのピクミン的には 何かのなり損ないみたいな設定だったやつ、まがまがしいオーラがありますけど、あの目光塚に向かってきそうだよ。ちょっと待って、どこから来るの。そこにあったの、先にこれ破壊すればもしかしたらっていう、おとり塚がこっちにある理由が分かった。オッチン、オッチン行くぞ、オッチン。この戦力でなんとかなるか。だー。えい。よし。ちょっと待って待って、忙しい。うん。最後尾からやっていくのが基本。でもこっちもやんないといけない。えい、痛い。ちょっと待って、ちょっとまだやばい。えい、あーちょっと待って。えい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。フラッシュバーストを使わざるを得ない。あ、あれ？あららら、じゃないよ。光ピクミンが全滅しちゃったね、じゃないよ。どういうこと？お？おや？光ピクミンが生まれたよ。また全滅させないように気をつけてね。うふ、いや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 、待って。ちょっと待って、それおかしくない？おかしくない？いろいろ。ちょっと。オッチンの突進でなんとか。いやー、効かない。そもそもなんで光ピクミンが全滅したのかわからない。なんで？他のやつはやっつけてあるから、これでこっち向かってきてるからなんとかなる。あーちょっと待った、モヤモヤが危険って。フラッシュバーストもちょっと待って、フラッシュバーストちょっともう一回この辺りを。あ、いける。あ、でも数が少ないから全然。うわー、何これ。うおー、オッチンジャンプだ。いや、あの、そうっす、あんまり関係なかったな。もう一回もうちょっと見せてほしいけど。ひょいー、フラッシュバースト、フラッシュバーストを使えって意味か今のは。よかった、無事に守りきれたよ。いやいや、まだいるけど。よく頑張ったね。まさかフラッシュバーストで全滅すると思わないじゃん。光塚はそれでいいんだ。これで薬を作れますね。めっちゃあのなんていうか怖かったです。わあ、寂しい。
帰ろう。もう早くお家に帰ろう。そういえばおとり塚なんか全然関係なかったな。いやでも守ってくれたしな。ただいま。ひどい目に遭いましたよ。そらもう心が葉っぱちになっちゃうよ。採取成功をクリアできたのがちょっと驚きだけど、フラッシュバーストを使ったらモヤモヤに突っ込んじゃうと思わなかったから、ていうかモヤモヤであんな効果があるなんて知らなかったから。うん、光の種一個だけもらえる、ありがたい。お、お疲れ様。調子はどうかな？オリマーさん、どうしてこんな時間に起きているんですか？こんな時間？なんかそんなにおかしい時間じゃないけど。ハーフどうだ？なんだか目が覚めてしまってね。よかったら夜の探索を見学させてもらってもいいかな？もう朝ですよ。ホちゃん。あーすみません。今ちょうど探索終わったところで。どこ？それはタイミングが悪かったね。ではまた今度にしよう。いつでも見学しに来てください。いや普通にこれは寝てるパターンだ。うん、オリマーさん、そうだよ、よくよく考えたらオリマーさんが手伝ってくれたっていいじゃん。3人いたっていいじゃん。なんであのレスキュー隊に任せてるの？プロに任せてるの？おっちん、おはよう。オリマーさんだったらオッチンも扱えるよな。オッチン、そう思わない？よし、早速治療開始してくれ。うん、光塚が頑張って出してくれたエキス。お、宇宙ネットワーク会社の社長アルマス。通信事業以外にも宇宙船食品、エンタメ制作など様々な事業に手を出さずにはいられず、その野心はとどまるところを知らない。おう、なるほど、野心家。マレコ。はい。よし、アルマスさん、うん、会いに行こう。気のせいか今普通になんていうか残りその人数みたいなのが分かる状態だった。今の今まで気づいてなかったけどまあいいか、あの見なかったことにして。いやいや、君が私を助けてくれたレスキュー君か。私はアルマスだ。 E リーダーという会社の社長をしている E リーダー。本当に E リーダーなのかな。それにしても君はまさしく英雄だよ。全くもって感謝しかないな。あ、それだけ。何か他には。君のような未来の英雄に助けてもらえて私も鼻が高いよ。それにしても一緒に来たはずのホーク君はまだ見つかっていないのか。ふむ、もしかして社長を探してくださいって言ってたのは、これはキーホンさんの社長？ちょっと待って、キーホンさんが違う会社？もう一回 ID 見ないと。さまざまな星のいろんな姿を見ることができました。こんな貴重な経験をさせていただけるなんて社長には感謝しかございません。なんという忠義の人。ちょっと待って、キーホンさん、キーホンさんは、キーホンさん今ちょっと緑色の髪型で、髪色？ちょっと待って、あ、いたここだ。不動産会社じゃん。じゃあ別にあのいいリーダー会社とは関係ないじゃん。社長といっても違うんだね。なるほど。よし、じゃあ全然関係ない2人だってことが分かったので、それはそれで OK。 なるほど。
よし、じゃあ夜の探索もう一回行きましょうか。兄、少し怖いけどっていうレベルじゃなかったよ。うん、じゃあもう一回大階段のふもと、危険な気配がプンプンするよ。やられないように気をつけてね。結構その光塚もね、その完全に破壊されなければちゃんと蜜を出してくれるからいいんだけど、最初のおとり塚で結構そのどこから敵が来るかとか何か危険なこととかも察知できるかもしれないね。じゃあ頑張っていきましょう。はい、さてと、近くに原生生物はいないけれど、さっきよりか危険度は高い。気をつけなければ。うん、さてと、おとり塚、ここにある、ここにもある、ここにいっぱいいるのは、うん、数は少ないように見えるが、この正体をつかむしかないな。あー、さっきのだ。なぜかウジンコもいる。これ早めに割っちゃうとなんか良くないことがある？それとも何かこういいことが起きる？あとウジンコちゃんたちがいるってことは、もしかしたらさ、今レーダーには載ってないけど、いきなりこの辺りからバババって出てくる可能性もなくはない。うん、よし、とりあえずおとり塚は起動して、よし、運べ運べ。もう一つはここか。おとり塚を先に。あー、チャッピーがいる。そっか、まずチャッピーからか。上の方行ってる暇がないかな。とりあえず増やさないと。よし、あとは、うわー、結構いっぱい来てる。上の方、オッチンをこっちに向かわせて、あ、でも戦いの最中に増やせるかな。オッチンはここまで行ってくれ。プレイヤーは一旦上まで行く。よし、お、まずはふん、よし、わあ、どんどん来てる、どんどん来てる。ちょっと待って、おとり塚に向かってるんだよねきっとね。お、あー、嘘、もう？もう？早くない？多分フラッシュバーストでその動きを止めて、そのなんていうか、なんとかそのこっちに、こっちに向かわせるんだと思うんで、ここのおとり塚はちょっとね、おとりになってもらおうかなって思うけど。でも、あー、そっか、えい、丁寧に。あー、もう来てる、もう来てる、早い。この辺り集合。オッチン、オッチンが戦っている。オッチンが、え、オッチンが何かと戦っている。ちょっと待って、
フラッシュバースト、早く早くよっ。いや、そっちそっち、ちょっと待ってちょっと待って、おとり塚が、おとり塚がだー、おとり、うわー、なんとか、あー食べられてしまった。早い、あまりの速さ、おとり塚はしょうがない。あれ、オッチ、オッチが勝っている。もうさすがだオッチ。あ、なんかもうちょっとで倒せそうじゃん、頑張ろう。またあいつが、ちょっと待って、違うところにやるの卵。光塚に向かってきます。うわー、ちょっと待った、ちょっと待った、おっちん、おっちん、ちょ待って、ちょ待って待って、プレイヤーは一旦戻りましょうか。ふん、よし、上の方だー、爆弾でも食らわせるがいいとかじゃなくて、だー食べられる。おっちん、ナイス、おっちん、よし、いけ、いいぞ、オッチン。フラッシュバースト、早く早く貯めて、フラッシュバースト、なんとか間に合ったか。オッチン、オッチン、ナイス、みんな頑張ってる、早く早く増やせ増やせ、よし59、いけるぞ。あー、うっそ、ちょっと待ってちょっと待って、だー、フラッシューバースト、よし、やったー、倒したー、足りてる？いやー、結構やっぱりなんだかんだ数を増やしておいてよかったかも。ヘルン、フラッシュバーストというか、普通に結構そこそこ攻撃が効くっていうのが良かった。いやー、でもドキドキした。これで薬を作れますね。帰ろう、早く帰ろうもう、今回はなんとか勝つことができたって感じがするけど、オリマーさん普通に起きてるじゃん。よし、お、今回は12個、なかなか増えたね。いや、新米くん、光の種は使ってる？なかなか使う機会がなくって、光ピクミンのことをもっと知りたいから、たくさん使っていろいろ試してほしいな。そう言われてもなかなか、昼の間って普通のピクミン使っちゃうんだよね。洞窟の中でも使えるって話だけど、シェパード号の中だけじゃ調べるのも限界があるからね。なるほど、実戦に出てみないとわからないみたいな。テモン、パピオンさん、もしかして光ピクミンにひどいことしてませんか？イントゥーロ、もちろん心配いらないよ。本当に？それに光ピクミンは丈夫だから、火も水も電気も毒ガスだってへっちゃらだし。どうやって調べたの？はあ、ひどいことなんて想像できないんだよ、うふふ。ふも、どうやって知ったんですかそれ？
聞かなかったことにしておこう。逆に光ピクミンたちを捕食できる原生生物たちは一体何者なの？それはそれとして、オッチンは今日も可愛いなあ。俺そっくりの葉っぱ人。うっかり俺がグビグビっと。お、不動産会社社長チャウチ、今度こそ本物の社長。不動産一筋27年、チャルボ不動産の社長。ビッグビジネスを求めて宇宙を飛び回り、幸運と機転であらゆるトラブルをねじ伏せる。それはほぼ幸運と言ってもいいのか、それともやっぱりチャンスに強いっていうところがあるから今まで30年近くも不動産やってきてるということか。ハムン。はい、よし、葉っぱ人を15人以上治療する完了。あ、まあいいや。社長。お、2人とも。いやー、随分と面倒をかけちまいましたな。わしはチャウチってもんです。チャルボ不動産の社長をやっとりますが、聞いたことないか。ならまだまだ頑張らんとな。いや、聞いたことはないけど、いやー、不動産屋なって商売やってるとね、手つかずの土地と聞いたら血が騒いじまって、どうにも我慢できずに飛び出してきちまうんですよ。やっぱり自分の目で見てよしよし確認せにゃ太鼓判を押せんのですわ。おお、なるほど、さすが社長、昔かたぎな社長。社長も救助いただけるなんて感謝の念に耐えません。心ばかりですがどうぞお納めください。わあ、50個も。さすが不動産会社の秘書。トラ様、オッチン様、改めましてこの度は誠にありがとうございました。社長は何度トラブルに巻き込まれようとも意に介さず、社員を食べさせるためと危険も顧みず行動される方。そんな社長が、あの、なんていうか、危険な目にあって倒れたりしたら大変じゃん。それはちょっと困るじゃん。我が社には必要かくべからざる存在なのでございます。いい意味でのワンマン社長。社長はセールストークが絶妙でして、しぐれ製の灼熱砂漠の中心を日当たり良好、福稲製の健峻な岩山を絶景独り占めの高台、宇治製の鬱蒼とした密林を自然豊かなリラックス空間と歌っては見学予約をすぐにいっぱいにさせるんです。あ、でもいきなり売りつけるようなことはしない。ちゃんとその見せてあげるっていうところはいいね。なかなか買い手はつきませんが、物はいいようですよね。確かに見てもらうってのも、そのなんていうか、きっかけにはなるし、物好きさんが見に来たら欲しくなっちゃうかもしれない。なるほど、そういうところが起点ってやつだね。なるほど、なかなかいい腕しとりますな。おかげさんでなんとかやっております。いつもこんな感じたまたまうまくいく人生でしてね、またまたご謙遜を。桃山製で古い家を大量に売りつけられたと思ったら、直後に宇宙的古民家ブームってな具合で、今回もほらあんた方に救助されただけじゃなく土地を調査までしてもらっとるしな。あ、なるほど、この辺りも買い付けて売るつもりというか、そういうこと。なかなかそのなんていうか、ピンチをチャンスにみたいなタイプなのかな。でもラッキーも一応あるみたいだね。なるほど、こっちの社長はちょっと違う意味ではなかなか起点が利きそうだけど、新しい原生生物としては登録されてない。何なんですあの子、聞きたい。でも何も追加されてないよね。ん、会ったことあるのかな、もしかして。あ、増えてる、ドドロ。
おお。わあ。爆弾。ちょっと待って。光塚に向かっている。効かない。全然効かない。効かない。ああ、一応効いた。当たり判定がかなりちっちゃい、もしかして。おお。ふむ。びしゃー。一応聞いてるみたいだけど、光塚に対してどういう攻撃をするんだろう。あれしないのかな。ここはイメトレ空間だから攻撃されないのかな。ふむ、なるほど。お、あ、一応ダメージ入ってたんだ。あ、よ、どうなんだろう。避けられるのかな、このウェーブみたいな。一応避けてるっぽい。ちょっと待って、逆に言えばこれ避ける必要がない。あ、いた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 。これでダメになっちゃう。あー、一瞬だ。へー、あ、出し入れがない。うおー、えい。あ、やった。嘘、先に破壊しに行くっていうのが楽でいいかもしれない。本当に。あと光ピクミンが全然出てこないんだけど。おっちん、俺もパンチで戦うから。まさかのおっちんの猛突進。いい。おっちんめっちゃ警戒してる。おとなしくなった。なるほど。図鑑に戻る。光ピクミンたちもう全然出てこなくなっちゃったな。というわけで解説。暗黒にうごめくミステリー。地上の夜に、地下の暗闇に、いつの間にか謎の卵がドン。放っておくと生まれ出てくる恐怖の存在ですが、何かを訴えているような気がします。本当は悲しい存在なのかもしれません。大泥雨降らしという和名。ドドロの体は常に崩壊しており、生体サンプルを採取することは難しく、研究は進んでいない。しかしドドロの卵に付着していた遺伝子を調べると、ミウリンの卵であることが判明した。ミウリン。この事実は、孵化に失敗したミウリンがドドロである可能性を示唆している。何らかの原因で夜間に地上に取り残された個体が光の蜜を摂取し、卵黄に蓄えられる栄養素に変化が生じて、肺の生育不良や酵素による分解が行われているのだとしたら。ほう、どういうこと。夜間に地上に取り残された個体がって何。ミウリンは、どういうこと。ミウリンって基本昼にしかいないの。夜になるとどこかに行っちゃうの。ほう、不思議というかミステリー、うごめくミステリー。なるほど、面白い。ほい、お、待って待って、爆弾一発でいける？へえ、爆弾岩一個でいける。なるほど。でも、オッチンの突進と噛みつけ、なんとか先制攻撃ができれば、なんとかなるって感じかな。ドドロ、
なるほど、ミウリンの親戚というか同じ個体らしいけど孵化に失敗したっていうことらしい。うん、弱肉強食の争いから離れ、日だまりの中ガーデニングをする心優しい生き物、これがうまく孵化できないとああなってしまう可能性。なるほど。うん、用途の違う左右非対称の腕が特徴、植物の実や種を餌とし、その一部を土に埋め栽培までしてしまう。他の種でも保存のために種子を埋めるといった習性は見られるが、定期的に畑にやってきて手入れをし、実を太らすために育ちの悪い枝を切り落とすことまでするのは今のところこのミウリンだけである。ほう、なるほど。そうやってちゃんとなんていうんだっけ、間引きとかもやってるんだね。へえ。ミウリンも大概なんていうか、どういう生き物なんだよみたいな。なるほど、ガーデニングを楽しんでいるピクミンの世界は本当になんていうか不思議な生き物がいっぱいだな。でしょうね。はい、さあというわけで、なんとかね、なんとかどうにかこうにか光の蜜を採取することができましたけど、まさかあんなのが出てくるとは、しかもまさか光ピクミンが全滅するとはっていうね、大変なトラブルもありましたけど、まあとりあえずその葉っぱ人が直せてよかったかなとしておきましょう。じゃあ今回は一旦ここで区切っておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。